にちは、インターンシップ生の財津です。今回紹介するのはイケピーという方とシャドーナイフという方です。まずイケピーからなんですけども、自らの容姿に自信を持っているキャラクターで、生粋のナルシストでございます。そして特に決め顔をずっと続けており、女性からの人気が高いキャラクターです。そんな彼なんですけども、生まれてからずっと自分のことをかっこいいと思っておりまして、周りの女子から黄色い声援を受けることを誇らしげに感じていました。ただ、その中は仮想世界で自分の理想になれる世界ですので、当然自分よりかっこいい人なんて世の中にたくさんいるはずです。そんなかっこいい人たちを女性から黄色い声援を浴びることを彼は妬んでいました。そのため彼はよく野外ライブを行って自分自身の人気を再確認していたんですね。で、その帰宅部の中に、その現実に帰ろうとしている人の中に一人だけ、そのかっこいい人がいて、その人とよく対立をしていたんです。そこまでが一応仮想世界での話ですよね。で、彼は現実世界ではどういう人なのかというと、一応ファッションブランドの店で働いているんですが、悪く言ってしまえば普通の人ですね。はい、特にかっこいいわけでもなく、可もなく不可もなくといったところです。そんな彼はよく店に客として来る人たちを見て、なんで自分はこうなんだろうと、生まれつきの格差ですね、そちらの方に嫉妬していたわけです。けれどやっと仮想世界に行って理想の自分を手に入れたのもかかわらず、もっと上の人がいた。これは妬まざるを得ませんよね。だからといって現実に戻りたくないという意志も強いわけです。とりあえず以上がここまでがイケピーの説明です。次にシャドーナイフというキャラクターについてのお話です。シャドーナイフというのはメビウス、仮想世界ですね、仮想世界にあるアニメの主人公で、正義のヒーローとして活躍しています。この正義のヒーローというのが実は結構重要な部分でして、彼は幼い頃からそのシャドーナイフという存在に憧れていたので、自分自身もシャドーナイフになって、悪い人をしている人たちを懲らしめる、そういうことをしていたわけです。ただだんだんとそのやることがひどくなってきているということが非常に、ネックな部分です。それでですね、一応またさっきとイケピーと同じ話なんですけども、帰宅部の中にも一人正義感強い人がいるんですけども、その人とよく対立をしていたんです。よくここまでが仮想世界での話で、現実の話に戻すと、彼はその昔いじめられていた人と、それを見て見ぬふりをしていた人を対象に成敗を下していたんです。ただ彼自身いじめをしていた人を下そうとすることは長ち間違いではないですよね。けれど仮想世界ではその正義感強い人とは敵です。自分らはいじめをしている人たちをいじめ返して、で今後いじめを増やさないようにする人たちと、あともう一人が現実に帰ろうとしてそれを邪魔する者たちを防ごうとする。これはいろいろ見てもどちらも正義と言ってしまいますよね。正義に関してちょっと難しくなるような話でした。とりあえず今回はここまでです。
また次回も見てくださるとありがたいです。よろしければチャンネル登録といいねの方をお願いいたします。それでは。